バーミシマホ、私たちはピゴです。はい、ということで前回は琴音ちゃんの毎日メイクだったんですけど、今日は私の毎日メイクをやっていきたいと思います。まあ、今はもう終わった状態でオープニング撮ってるんですけど、すっぴんとメイク後全然顔が違うんですけど、女の子は変われるということで皆さんに自信を持ってもらいたいです。それではレッツチェーゴー。はい、私が使ってるカラコンはこちらです。チューズミーのシフォンブラウンを使っていきます。だもうカラコンやるのめっちゃ苦手なの。絶対やばい顔になる、やばい顔になる。ちょっとマジで入れるの下手すぎ、無理。きた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 、入りました。下地はプリマビスタの皮脂崩れ防止下地です。このくらい出します。前のやつと変わってない気する。そしたら次、イニスフリーのミネラルメイクアップベース N。 このくらい、私は肌荒れがひどいのでこんな感じで、なんかサンタクロースみたいはい、続いてファンデーションはクリオのキルカバーファンエアークッション XB04 番のジンジャーです。下地の作業ってさ、もうポンポンするしかないよね。でもさ、クッションファンデのポンポンの時間は好きなんだよね。わかる人いますか？次、ザーセムの CP チップコンシーラーナチュラルベージュで、気になるところに例えば顎とかトントントンみたいな。そしたらパウダー、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー MO。 もうね、ポンポンです。ちゃんと眉毛トントン、眉毛トントン、目元トントン、目元トントン。ビセリシェアイブロウパウダー BR3、 この部分取って眉毛の端っこから描きます。眉毛はもうほんと調節しながら描いていく。あ、ちなみにこっちの補材法で描くよ。こっちも同じように、でこんな感じで端っこをかけたら、このピンクとここの境目取って、今度は眉毛を足していく。次はこの太い方で描くんだけど、だんだん太くしていくみたいな。眉毛こんな感じかな。眉マスカラもビセイルシェインスタントアイブロウカラー BR2 番で眉毛塗る。眉毛塗り終わりました。次、シェーディング、ペリペラのインクブーティーシェーディング2番、カカオブラウン。ここら辺は真ん中を取ります。まあ適当よ。こういう感じ、ここもやるし、ここもやるし、ここもやる。で次は鼻筋、マジこれ大事こういう感じ でこれ目つぶって言ったらどう、なんか少しシュッとしたよね。あとここにもこうやって、モーション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 。アイシャドウに行きます。セザンヌのシングルカラーアイシャドウ08番を最初にベースに使っていきます。こういう感じのゴールドの全体的に塗る。できました、こんな感じ。そしたら次はキャンメイクのジューシーピュアアイズ12番。次はここを使っていきます。ここの端っこの部分、これはね、デカめ効果だよ。反対も、はい、こんな感じです。そしたら次なんですけど、ツイッターかなんかで見て、私 TWICE のサナちゃんがめっめっちゃ大好きなんです。メイク真似したいじゃないですか、少しでもね。とマジョリカマジョリカのシャドウカスタマイズアイシャドウ BE286 番、とってこういう顔して涙袋を出すので、ここにつける。だってもう前まで涙袋なんて書いてなかったんだよ。昔のメイクの仕方めっちゃ下手すぎてマジビビる。今も下手なんですけど、こんな感じ。前回も登場したけど、クリオのプロアイパレット05番ルーセットローゼこっちの
こっちの章、こっちの章、こっちの章を使って、この茶色とこれをトン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 ってやって、目の際に描いていきます。これあると目大きく見えない？一人で YouTube 撮るとさ、何喋っていいか分かんない、マジで。いかに遥かと琴音の大事さに気づきますよ、一人になったら。はい、こんな感じ。物足りないなと思ったら、なんかこことかに、こことかにやる。まあこうやって指でぼかすんですよ。そしたら次、ケイトダブルラインエキスパート LBH を使って二重の線をはっきり見せたいのを描いちゃいます。こうやって、まあ、これやるとやらないじゃん、本当に魔法的には違う。これをまたうーんって顔して涙袋の線を描きます。これもぼかすぼかす。ミラ資生堂です。もう最近ね、まつげが抜けたのみたいな。まつげ上げてもつかないし、なんか何これみたいな思って、っていう感じになりました。だから今まつ育を頑張ってます。思いっきり挟む。エテセアイティエーションマスカラベースまつげ用化粧下地つけます。これはこうですよ。本当にまつげって大事。まつげでめっちゃ顔変わるから見てて。反対もグイーンつってあげて、こういう感じで、こういう感じで、どうにか。次下、もう下もこういう感じで、まつげの下地できました。ロム&リキッドグリッターシャドウのピンクのやつ、目の下にジョーって。はい、できました。ディオールアディクトリップマキシマイザー012ローズウッド、ローズウッド。あほプルンプルン大好き。爪かわいいでしょ。ハートいっぱいいちごジャム。ヒロインメイクのプライムリキッドアイライナーリッチキープ01番。アイラインできました。続いてノーズ、ペリペラのこちらを使って、ノーズしないと、まあ、本当にお花丸いじゃん。こことかも、こう影をつける。逆にさ、鼻がシュッと見える方法を教えてほしい。マホにウォンバットって寂しいと死んじゃう。筆立ててこうやって V V。 じゃあ次は鼻のここにこうやってやるの。こういう感じで鼻を小さく見せる。次ここにこうやって鼻を小さく見せる。なじませます。ほら、なんかちょっとお鼻がシューンって感じでしょ。まつげそろそろ乾いてきたと思うので、再びまつげ上げます。キルラッシュスーパープルーフマスカラロングカーリング、これクリオです。あ、クリオ好きなのかもしれない。下からこうやってさ、グインってなってんじゃん。グインってなってない方でやる。いつも魔法はこういう感じでやります。先っちょでちょんちょんちょんってやる感じ。横にこうやって揺らしたりしてる。はい、マスカラ終わりました。もうこれ魔法の大好き大好きなクリオのプリズムエアハイライターフェアリーピンクの02番。見てよこの悲惨な、今度目頭にここに。そしたら次唇の上、あと下、
と足りないなみたいな感じで思った時には、韓国からもらったんですけど、これ本当に大切に使ってて、ディオールスキンミネラルヌードルミナイザーパウダーロージーバイブスフェイスパウダー001番。やばくない？鼻にだけいつもより。私が最近使ってるのが MAC のショットオブカラーリップオイル。これね、結構かわいいよ。このこんな感じです。エザンヌのパールグラウチーク。着替えてきますね。はい、髪の毛のセットとお洋服着替えてきました。マホの毎日メイクはこんな感じでした。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次の毎日メイクははるかです。以上、ちごでした。バイバイ。